ヒメウは、長江ペリカン目ウカウ族に分類される鳥類。アメリカ合衆国西部、カナダ西部、日本、ロシア東部、ベーリング海、オホーツク海を含む太平洋北部。繁殖地周辺では周年生息することが多い。日本では夏季に、南千島、北海道、本州北部で少数が繁殖し、冬季になると主に、本州中部以南、九州以北へ南下する。 全長73センチメートル。翼海長98センチメートル。体重1474から2438グラム。日本に分布するウカの構成種では、最小種で和名の由来になっている。体型は細い。全身が青や紫の光沢がある黒い羽毛で覆われる。死有動色くちばしは細長くて、暗色。足も黒い。 夏和は,は、目の周囲に羽毛がなく、赤い皮膚が露出する。頭頂と後頭の羽毛が寒羽として、やや伸長し、腰に白い反紋が入る。冬和は,は、目の周囲が羽毛で覆われ、寒羽も、不明瞭になる。若鳥や幼鳥は、全身が、褐色や暗褐色の羽毛で覆われる。主に岩礁海岸に生息し、沿岸からあまり離れない床の鳥としては珍しく、外洋に出ることがある。 種商業パラジーカスは外洋のノイで英名のパラジックと同義。植生は動物食で潜水して主に魚類を捕食するが甲殻類も食べる。飛翔時は首をまっすぐに伸ばして海魚よりも早く羽ばたく。隊列を組んで海上を高く飛ぶこともある。海がけや離島に小規模な集団繁殖地を形成する。海岸にある断崖の隙間に 枯れ草や海藻を組み合わせた皿状の巣を作り、5から7月に1回に通常3個の卵を産む絶滅危害ビールイ。ありがとうございます。